キャバ嬢のエンリキちゃんってすごい名古屋で一世を風靡したキャバ嬢なんですけど、まあ、美容師は別に特別買うわけじゃないんですよね。 でもすごい人気があったんですよ。なんでかなと思ったら自分のを見せるのがすごくうまかったんですよね。でどういうことかっていうと、シャンパンとかを ねいただくじゃないですか、入れてもらうじゃないですか。で高いのを高いシャンパンを入れてもらった時はすごいインスタグラムに盛大に載せるんですよ。でも安いシャンパンだとさりげなく載せるんですよ。そういう風にやっていくんですね。でそれを見たお客さんがどう思うかっていうと、あ、この人に会ってこの人とお酒を飲むには高いお酒しか入れちゃダメなんだなって思うんですよね。そうするとこれマジでエンリケ商法っていう僕は勝手につけてるんですけど、だから僕もホストやった時に客単価が安いとやっぱ売り上げにならないから、安いシャンパンもらった時はちょっとしか乗せない、まあ俺、まあ、みんな乗せてほしいから来るっていう時もあるんで、あのキャバクラとかホストでインフルエンス力を持ってる人のとこによく来るのってみんな一緒に乗りたいからっていうニーズがあるんでちょっと乗せてあげる。でもすごい高いシャンパン入れてくれたら大々的に乗せるみたいなことをやると、だんもう高いのしか入んなくなるんですよね。だからドンペリとかしか、最低ドンペリからとかそういうのしか入んなくなってくるんで、それで稼いでました。だからそういう風な形、そういう風な発想で自分がねどういう風なお客さんにリーチしたいかっていうので発信内容を変えますと。でその発信内容に沿ったお客さんが来るようになります、自然と。そういう風もんだと思います。でただまあこれこ復活できるか復活できないかでいうと、僕はもう二度と経営者やらない方がいいと思うんですけど、実際水商売でめちゃくちゃ実績があったことは本当なんですよね。日本一の実績があったことは本当なんですよ。僕一回だけ現役時代に、店行ったことあるんですけど、やっぱり誰よりも輝いてました。そこは本当にすごい実力があったんですよ。だから変なね経営者ブランディングとかして爪を伸ばさないで、ちゃんと自分の得意としているフィールドに戻って、そしてちゃんとした大人がついてやれば、まあ、完全に復活できるかどうか分かんないけど、また立ち直るチャンスはあるんじゃないかなと思います。